大三島は愛媛県今治市に属する芸与諸島の中の一つの有人島。愛媛県の最北に位置し、同県に属する島の中では最大である。大山住神社がある神の島として知られている。大三島は島とついているが、地理上の島に由来するわけではなく、各地にある三島と由来を同じくする。かつて三島神社の総本社である。 大山積神社のことを大三島と呼んでおり、後にそれが島全体を指すようになった。大三島最北端の鳥取岬大三島の位置とアクセス。緑線が島並海道、青線が主要な航路、本州や四国から上陸する場合、瀬戸内島並海道を使うのが最も早い。広島市方面からアクセスする場合、竹原市から。 大三島フェリーを使うのも便利である。また、呉市から、秋名だと、美島街道で、岡村島まで渡り、大三島ブルーライン、今治市営都線を使って来ることもできる。国宝の島として知られる。神の島として、距離を取ることは長らく近畿とされていたことから、漁業は盛んではない。古くは、入り江の一帯に、大山積神社の社殿が営まれていた。 14世紀に確立した四国88箇所の本札所として、瀬戸内海及び四国地方で宮島と並び流星していた第三石神社が選ばれ、本式の変路は両方の延命寺を四国側のかがり日として大三島に渡っていたと見られる。松山藩領となっていた。また、大山住神社の門前町として宮浦が発展していた。愛媛県今治市に所属する。 2005年1月16日に今治市などとの平成の大合併による新設合併により新今治市の一部となった。それまでは島の2種半分が大見島町、東半分が上浦町の2町に行政区分が分かれていた。大山住神社のある宮浦地区が島の観光の中心となっている。付近には旅館や土産物店、 飲食店も数軒ずつ立地し、芸与諸島の中では、育千島、瀬戸田と並ぶ一大観光拠点となっている。国の名称に指定されている。島並海道の開通とともに、島の東部にインターチェンジができたことから、インターチェンジのある、たたら地区には、たたラ島並公園、芸術会館、多たラ温泉、しまなみドームなどの観光関連施設が、旧。 上浦町により整備されている。リゾート開発構想が華やかなりし、頃は愛媛瀬戸内リゾート開発構想の一つの重点、整備地区として大手企業によるリゾート開発構想も打ち上げられたが、バブル崩壊とともに、大手企業は用地取得、開発着手の前に事実上開発構想を断念、撤退し、地道な取り組みに戻った。今日では、 地域資源を生かしたグリーンツーリズムや修学旅行、合宿の誘致など地道な観光振興が行われている。日本遺産の36番、日本最大の海賊の本拠地、芸予諸島から蘇る村上海賊村上海賊の記憶マイナスの構成要素42のうち5項目が大三島にある。大三島の鶴姫公園に立つ鶴姫とその恋人。 落ちやすなりの造いも地蔵藤田な道の駅たたら、しまなみ公園。ありがとうございます。